はい、本日のラジオです。後藤照之です。<laughs> あの今、ツイッターの,そのツ,イツイート、その画像とか上げてたんですけど、本日のご飯本日の無添加ご飯をまだ全部上げきれてないんですけど、あと旅行とかのやつもね、あ上げたいんですけども、上げその本日のご飯あげてる最中にちょっと降りてきちゃったんで、今、ちょっとラジオをと撮ろうと思っております。はい。 何かっていうと、その、いや、なんか結構だから、本当に、あの、もしかしたら、その、ツイッター見てる人は、すごいなんか、ラブラブ、まあ、ラブラブみたいな、なんか、まあ、ラブラブな,なんですけども、ラブラブ、ラブラブっていう表現もあれなんですけども、すごい、あの、おかげさまでね、本当ありがたいんですけども、<laughs> まあ、あの、彼女となんですけども、彼女と、すごい、まあ、あの、ラブラブ、そうですね、だから、 おの、なんか、おのろけみたいになったら本当申し訳ないんですけど、別にそういうつもりはないんですが、もう、記録というか、まあ、感謝の気持ちというか、あのー、まあ、僕がね、できることって言ったら本当に、まあ、奉仕、えー、貢献、えー、まあ、お礼を述べる感謝とか、まあ、そういうことぐらいしかできませんから、まあ、ちょっと、まあ、自分がね、そういう、あのー、なんか、発信、発信というか、あのー、ただただ、だから、まあ、そういうのを素直に、 まあ、あのー、こう、やっぱ、こう、うん、こう、示せれたらっていうので、まあ、やってたりするんですけれども、だから皆様もね、そういう、やっぱ、素直にね、あのー、気持ち伝えるって大切だと思うんですね、こう、ポジティブな。で、まあ、あのー、まあ、そんな、そんな僕な、僕、僕らなんですけれども、僕らって言ったら、うん、僕らっていうのはじゃあ、なんか、なんつうんだろう、なんか、あのー、いや、もっとラブラブ、ラブラブ出し 出さなきゃあ,あかんなと、ちょっと思って、ちょっと思ってるんですけど、ちょっとやっぱちょっとブレーキがあるのかもしれない。やっぱなんか申し訳ないっていうか、離婚しちゃってるんで、あらゆる意味で。で、だから、でもその、なんか彼女とラブラブなんですけども、その、何回言うねんって話なんですが、ラブラブなんですけれども、あの、まあ、き、き、危機的状況も何回かあったんですよ。本当に危機的な状況。もう本当に危機的な状況何回もあって、今ラブラブなんですけれども、だから、 あの、やっぱ女性に対する接し方っていうのがもう結構変わりましたね、僕は、本当に。やっぱ男はその、論,論理っていうか考えてみたいな、女性は感情だみたいな、よく言われると思うんですけれども、あの、俺はそういうの関係ないと、俺は俺だと、世間の常識関係ない、俺は俺だみたいな感じで別に気にしなかったんですけど、やっぱそれ、あやっぱね、反省してるっていうか、あの、まあ、僕離婚しちゃったんですけども、 あの、離婚した理由っていうか、やっぱあのー、りまあ、離婚した理由、まあ総、総合的な理由っていうか、まあ、たくさんあって、積み重ねでの離婚だと思うんですけども、離婚した理由は、だから、離婚っていうか、離婚、別れた理由っていうのは、あの、まあ、もう別れたい、離婚したい、もう終わりだと、もう終わりだ冷めた、離婚したい、終わりだ冷めた、もう、さよならみたいな <laughs>、そういう感じだったんですよ。だ,だから、それを受けて、あ、分かりましたっていう、 じゃあ、そこま、そういう気持ちでしたら、じゃあ、あのー、すいません、っていう、申し訳なかったです、っていう形で別れたんですよ。別れたんですけども、あのー、僕はだから結構そういうの、あのー、重く受け止めるタイプなんです。僕は結構、あのー、真に受けるタイプなんで、冗談とか僕結構通じないタイプなんで、言われたことそのまま思っちゃうタイプなんですよ、割と。あの、明らかに冗談っていうのはわかり、分かるし、 あひにだなっんても分かったりもするんですけど、でもその、それって、なて言うんですか、まあ、どうでもいいやつっていうか、あの、その辺の人だったら別に分かるんですけど、こと好きな人、好きな人、愛してる人、だから恋人、パートナー、妻とかだと、あの、洗脳されてるっていうか、洗脳されてるっていう、そう、洗脳というか、やっぱ絶対じゃないですか。大好きな人、愛してる人の言葉って絶対じゃないですか。だから、愛してる人、好きな人からそう言われちゃったら、じゃあ、 そうなんだって思っちゃうんですよ。だからもう離婚したいってあった離,離婚したいんだって。終わりにしたい、終わりにしたいんだって。って思っちゃうんですよ。なので、離婚した、離婚したし、別れた、終わりにしたんだって、終わりにしたんですよ。もう単純に言うと。はい。だから、あの、あの、単純にですよ。単純に。もう極端に言うと。う俺真面目だから、あれもう別れなきゃいけないのか、離婚しなきゃいけないのかってなっちゃったんですけども、まあ、簡単に言うと。 もっと複雑ですよ、本当は。うん、で、だから、あの、今僕ラブラブなんですけど、ラ僕,はラ僕らラブラブですけどラ、ラブラブちょっと申し訳ないですけど、あのーで、あったんですよ。だからもう終わりだみたいな。終わりだっていうかもう、さよならみたいな。もうさよなら、さ本当危機的状況がもうあったんですけど、でも僕離婚経験してるんで、あれ、やっぱ女性って、やっぱそういう、なんつうんだ、別に本当に何つうんだろう、そういう。 だから、そ危機的状況あったんですけど、僕今ラブラブなんですよ。だから、それは多分僕の、僕が離婚してきた経験があるから、あれ、このケース、過去のこういうケースと一緒って言ったらあれですけども、あれなんか、もしかしたら、だからもしかしたら、いや、なんかうぬぼれてるわけじゃない、うぬぼれてるとかじゃなくて、そういう冷静に考えてね、ひょっとしたら、離婚してしまったけれども、あの、実は、その時そういうふうに、 なんかカットなって言っただけで、カットなって思っただけで、一日だったら別に、まあちょっとなんか残ってるけど、全然、えー、これからも一緒にやっていきたいとか、えー、普通に好きだしとか、普通に愛してるしって、もしかしたら思ってたかもしれない。で、まあちょっとうぬぼれってたら申し訳ないですけど、全然わかんないです。わかんないですけども、うん。っていうのが、なんか、証明されたっていうか、いや僕だから今でラブラブなんですよ、ラブラブ。だから、あ、 えー、あの人、だから、あ、事例、事例って言ったらあれですけども、一人、そういう人が一人だったらその人がその人だけがあるんだったらね、他にも、ね、そういうケースがあったら、あ、ひょっとしてそうなのかな、みたいな。今まで僕と、あの、すごい一番長くお付き合いした人で8年間付き合ってた人いるんですけど、その人も結構感情的であったんですけども、リズ、リズメっていうか、ちゃんと話、話っていうか、なんつうんだろう。 その僕、僕結構細かいんで、細かい話をして、その、腑に落としてくれ、前に進むタイプなんですよ。だから、そ、そ、そこまで多分付き合ってくれてたんですよ。だから、あの、そういう、そういうもんだみたいな感じでいたんですけども、うん。やっぱ女、ょやっぱ女性は、その、うん。やっぱそういう感情だとか気分だとか、やっぱそういうのをやっぱ、 大切に、そこを見た方がいいのかなって僕はちょっと本当に今思ってますし、ちょっと反省しています。うん。だから別に女性がそれでどうとか別に男性がどうとか別に優劣の問題じゃなくて。なんかなんとなく、だから、これをね、なんかね、今見てるその男性にも女性にもちょっと参考になればっていうか、まあ特に男性。うん。だから、その終わりだとか離婚だとか、そう言われたとしても、たまたま、 たまたまっていうか、まあ、その時はそう思ったけど、ちょっと時間経って、あ、やっぱ好きかもっていう。そういうのってあるじゃないですか。その時はほん、だ嘘、嘘、嘘ついて、嘘ついて終わりだとか、終わりだとか言えば、離婚するとか別れるとか言えばえ、こう動くだろうとかもって言ってるとかじゃなくて、単純にその時はもう嫌だとか、もう離婚したいとか別れるとか終わりだって思ったとしても、ちょっと時間経ったりとか、えー、一日経ったりとかして、えー、わかんないですけども、 時間経っ,ったら、あ、まあ、まあ、やっぱ好きかもとか、やっぱ好きだって、あるじゃないですか、そういう。だから、そういう感じなのかなっていう。うん。うん、だから、そこら辺、そんなに男性人としては、あんまり、重く受け止めなくてもいいのかなっていう、ちょっと僕のね、あの、反省例から、何かの参考になればっていうかね、思いました。だから僕は結構、細かい人間なんで、 一個一個解決していかないと前に進めないタイプなんです。だから、終わりだって言われたらずっとその終わりが続いてるんですよ。もう離婚するって言ったらずっと離婚するってのが続いてるんですよ。その、そのメッセージが。洗脳というか、そういうこと、言葉だって、愛してる人、恋人、妻のえ、パートナーのことは絶対じゃないですか。えー、離婚するって言ったらもう離婚するがずっと、あのー、キャンセルされずにずっとそのまま、 この、俺を縛ってるっていうか、そういうのあるわけですよ。僕、僕はね。他の男の人は分からないんですけど、僕はだから結構真面目なタイプなんで、だからずっとそう思っちゃってる。は、う、い、ん。だから、もし、だからでも、でも、でもだから男性、男性分かんないですけど、でも少なくとも俺はそう思ってしまってたので、あ、じゃあそう、分かれるしかないとかなりましたけど、まあ女性からしたら、 いやその時そう思ったけど、今は全然違うからみたいな。多分あるんじゃないかなって僕は、そういう結論に至りました、今。うん。その証明,証明されたというか、なんとなく。うん。いや、だからといって別に軽んじるとかじゃないですよ。本気ですよ、本気ですよ。だから、どうせなんか離婚するとか別れるとか言っても、どうせその時言ってるだけだとか、そんな風に軽んじたりはしないですよ。その時はだから本気、本気だから、その時もう自分も本気で。 その時、女性本気でそう思ってんだとら、嫌だったら本気で思ってんだったら、男性も本気でね、えー、好きだっていう、ちょっと、えー、ね、そういう気持ちでぶつからないといけない,い,けないと僕は思いますけど、でもだから、あのそ、そこが、あのー、リズムとかで論理的に解決されてな,くなかったとしても、なんか時間経って、なんか気分がね、良くなったら、あ うん、そ,うそう言ってたけど、そう思ったけど、やっぱ、うん、あの大丈夫みたいな。好きだとか、愛してるとか。あ、普通にあるんだなって。そういう、だから、か僕からしたら魔法を見てるような。魔法とかマジック見てるような。え、そんなことあんのみたいな。うん、そういう感じ。えっ、ー、と、さっきまで雨降ってたのに、なんかもう、もう雨の雫すらなくて、もうカラッとひ、あの、 なんか太陽が、太陽だけみたいな。あれなんか、雨の濡れた形跡もないみたいな。そういう、なんか、マジックみたいな、魔法みたいな。あ、そういうのあるんだなって。ちょっと思いましたね。うん。だから、あのー、まあ、男性人はそうですし、えー、男性人はそういうことあるんだよって。だから、そこを諦めずっていうか、そこで、その、くよくよしないで、あの、前向きに捉えた方がいいかなっていうのと、まあ、女性人に向けては、 男性ってやっぱそういうところあるんで、あの、やっぱ論理的にっていうか、説明されて、ちゃんと納得してあり、リズムで、あ、分かったっていうのってあると思うんで、あの、男性に、その、まあ彼、彼女が彼氏に向けて、まあ妻が、夫、旦那さんに向けては、やっぱ、あこの前、ああいうふうに言ったけど、えー、言っちゃったけど、今は好きだからとか、 最低限そういうのあった方が良いいかったのかなって、僕の場合ねで。そうしないとキャンセルされないから、ずっと離婚するとか、終わりだっていうのがキャンセルされずに、だからあの、この前離婚するって言ったけど、あれキャンセルで、あの、今もう、ま、マジ好きだから、マジラブだから、マジ愛してるから、本当にこれからも一緒にやっていきたいと思ってるから、あれ本当、ごめんね、ちょっとキャンセルで、ちょっとあの時カットなって言っちゃったけども、終わりにしたいって言ったけど、あれ本当キャンセルで、ちょっと今はもう全然、ね、 もう大丈夫になったから、あの時そんな風に言っちゃったけど、今ほんと大好きだから愛してるから、これからもよろしく、みたいな、あると、あ、そうなのかな、みたいな、あ、キャンセルしたんだなって、なるんで、これ、これは最低限これは言った方がいいと思うんですね。最低限。俺はもし今、それがなかったとしても、俺のその離婚経験とかあって、あ、女性ってそういう時あるよなっていうのが、蓄積として体験として経験としてあるから、 大丈夫だけど、それ全くない人に、だったら、そういうのないと、あれは、でもな、離婚したいって言ってたしな、終わりだって言ってるしな、っていう風のが残っちゃうから、そのキャンセル、キャンセルさせてほしいんですね。女性陣に向けて言うのは。男性にちょっと、彼氏とか旦那さんにね、ちょっときついこと言ってたら、この前、ああいう風に言ったけど、ああいう態度取ったけど、ごめんなさいと。えー、今はこうだです。だから理由、理由とかね、理屈とか言え,言えたらね、言ってもいいし。 こうこうこうでこう思ってこういうふうに言っちゃったとか、言ったらなお,なおさらいいけれども、それがな言えなかったとしても、最低限え、この時、あの時はそういうふうに言ったけど、今はもう、えそういう気持ちじゃなくて、もう、大好きだと、大好きだし、愛してるから、これからもよろしくお願いします、みたいな言って、解除させてあげてほしいんですね。その、キャンセル、キャンセルさせてほしいんですよ。あの、男性のね、そういう弱い、弱弱まった気持ちを。で、 これが最低限、やった方がいい。これはもう、あの、修羅の道を経験したから、あ、察することができる力をマスターしたけど、それで経験してない人は、そのキャンセルされないと、ちょっとネガティブな方向、悪い方向行っちゃうんで、キャンセルさせてあげてください。で、しかも、それは最低限って言ったのは、なんで最低限かって言うと、ネガティブな言葉の方が7倍強いんですよ、7倍。7倍、 人によっては10倍かもしれないし、5倍かもしれないですけど、とにかく、ネガティブな言葉の方が強いんですよ。好きって1回言ったら、あ、嫌いって言ったら好きを7回言わなきゃいけない。それで初めて総裁される。もしかしたら人によっては10回かもしれない。100回かもしれない。なんから嫌いとか言われたら、もう愛してる、大好きを、10回とか100回言わないと、まあ人によっては5回かもしれないし、7回かもしれないし、あの、ポジティブな方が弱いから、ネガティブな方が強いから、ダークサイドの言葉が強いから、 え、それを上回る。えっと、んか一1対1自体は、あの、勝てないから。協力して、かヒーローものとかもそうじゃん。なんとか戦隊、なんレンジャーみたいな。もう5人いるしよ、5人。1人の、一人の敵に対して5人でボコボコにしてるしよ。ねえ。<laughs> いじ、いじめみたいな。向こうからしたらいじめだけどさ。だから、強いんだよ、だから、ネガティブの方が。ダークサイドが強いから、1人でもうガンガン言っちゃうから。それを5人とかで、中にはさ、 えっと、俺たちも来たぜみたいなさ、二人ぐらい追加して、七人ぐらいでさ、一人ボコボコにしてるわけでしょで、そんぐらいでも、あの、ライトサイドの力は、より、そのダークサイドの力が強いから、あの、もしネガティブな言葉を一個言ったら、その5倍とか10倍ぐらい言わないと、相殺されないから。だから、最低限って言ったのは、最低限そういう、あの、この前そう言ったけど、今は愛してるっていうのは。はこれはもう最低限。 そっから、プラス、大好きだよ、愛してるよ、愛してますとか、そういうのを、えっ、ー、と、畳みかけるようにね、あの、えー、断続的に言った方が、言って、ようやく、あ、男性陣にはああほ、あ、このまそうだったんだけど、あ今は好きでいてくれ,れてるんだな、安心した、まで持っていけるって、僕は、そういう結論に至りました、テルキ塾の見解としては。テ,テルキ塾塾長の、その、あの、実体験をもとに、 思いますと。はい。で、あのー、だだ今ラブラブですけど、ラブラブの理由の一つとして、たくさんあると思うんですけど、一つとして、結構、えー、ありがとうとか、大好きとか、えー、好きとか、愛して、愛してるとか、愛してますって、結構言うんですよ。結構。あのー、多分今までで一番言うかも、言うかもし言うっていうのは言い合ってるかもしれないです。 割と僕は言う、言うタイプですけど、結婚してた時は、あの、僕は言うけど、えー、パートナーはあんま言わないっていうか、ゼロじゃないけど、なんか、そういうの言うと、なんか、えっ、ー、と、薄まっちゃうみたいな、そういう、そういう考え方を持ってて、だからあんまりもう、ここぞと言う時しか言わないっていうような、あの、し、思想を持ってたから、あんまり言わなかったんですけど、でも僕が結構、 言うから、あのー、ちょっとそれに洗脳されたのか、感染したのか、向こうも、ね、多少は言うようにはなってくれてましたけど、あんまだから基本的にはあんま言いすぎると良くないみたいな、そういうタイプで。俺は結構いい言葉は言いすぎてもいいと思うんですよね。だからありがとうにしても、好きだよっていうにしても、ね、嫌いだよとかでは嫌ですけど、 ほんと嫌いだよとか嫌ですけども、好きだよとか、愛してるとか、愛してますとか、いいじゃないですか。そのね、あの、そういう、そういうシャワーを浴びたいじゃないですか。愛のシャワーみたいな。愛の言霊の。そうすると、男ってやっぱバカだから、好きだよとか愛してるとか言われちゃうと、もうそれでなんかあのー、なんかリセットされ、なんかリセットっていうか、それでまあ、あのー、まあ、なん、なんつうんだろう、こう、 気持ちが上がるっていうか、あの、そういう、あの、高まるような感じになるんですよ、男ってバカだから。男はほんとバカ。男、男はだから、チンコで生きてるから、ほんとバカなんですよ、バカ。うん、男はだからバカだから、そういう、だから好きだよとか愛してるとか言っときゃいいんですよ。<laughs> 自分で言うのなんですけど、だから男に対してはもう好きとか愛してるとか、もう畳みかけるように言っといたら、もう、それだけで結構ね、円満になります、おそらく。うん。 うん、だからありがとうとか好きだよとか愛してるとか、まあもちろんごめんねとかすいませんとかそういうね、謝るところは謝るって,っていうのもそういう、そういうのは別にネガティブな言葉ではないと思いますし、だそういうの大事だと思いますね。うん、だから僕,僕はだからそういう、もともとだから愛してるとか、お前ら愛してるぜの人間ですから大好きですとか好きとか、そういうタイプですけども、結構、 あの、彼女の方も言、言ってくれるっていうか、僕、俺に引きを取らないぐらい言う、言うというか、いや、むしろ俺より言うかもしれないから、俺もやっぱ負けらんねえぞっていうのはあるじゃないですか。やっぱ、好きに対して俺も好きで返す、返してっていう、ま、負けらんねえぞみたいなのあるって、負けらんねえぞ精神みたいなのあるんで、うん、それがやっぱ好循環にな、なると思うんですね。だそういうのをなんか真似して欲しいなっていう、 そうするとやっぱこう、ふわ、ふわふわってなるんで、<laughs> 空間がふわふわってなるんで、うん。好きだよとか好きだよとか愛してる、愛してるとか、それ、喧嘩しようがないじゃないですか。<laughs> そういう状態だと。うん、だから、うん、そういうのやっぱ大切だなって思いますし、で、しかも俺、いつも皆様ありがとうございます、感謝してます、愛してますとか言うじゃないですか。ツイッターでも言ってますけど、動画でも言ってますけど、 それが、だから、感染してるのか、な、なるべく、あんま、なるべくっていうか、あんまり、プライベートでは言う機会はなかったんですけど、むしろ彼女の方から、なんか、感謝してます、愛してます、みたいな、言うから、じゃ俺も、だから言わ、言わ、言わざるを得ないっていうか、言わざるを得ないっていうね、なんか、悪い意味じゃないですけど、だから俺も、だから負けらんねえなっていうので、感謝してます、愛してますって。だから、すごい、は、ハートフルですよね、すごい。うん。だやっぱ、大事だなって、 それ、だからそういうの言われて、やっぱ嫌な気する人ってまあないと思うし、で、俺はだからそういうふうに言いたいタイプだから良かったなって思うし、で、彼女もその言ってた、言ってましたけど、あ、そういうの言ってほしいっていうか言ってくれなきゃ嫌だかもみたいな言ってたんで、あ、良かったなって、だからそういうふうに言ってくれた方が俺も、あ、言っていいんだと思うし、言っていいんだって思うし、言わなきゃって思うし、言いたいとも思うし、 ああ、だから、言っていいんだって、好き、好きっていう気持ちを伝えていいんだ、ありがとうっていう気持ちを伝えていいんだ、愛してるっていう気持ちを伝えていいんだってその許可、許可をくれたわけですから、だからそういう、お互いにね、だから俺も言われなきゃったら嫌かもしれん。いや嫌だな。嫌かもっていうか、嫌、言われないからじゃあ、嫌いとかじゃない,ないとは思うんですけど、やっぱ言ってほしいし、いや、ちょっとすいません、なんか気持ち悪かったらすいません、ほってになんかった。 気持ち悪かったら申し訳ないですけど、言、やっぱ言ってほしい。言ってほしいよね、でもそんな。言ってほしいわな。だって、じゃなかったらさ、なんかなんつうんだろう、もう、体が、体の調子が悪くて、体的にその、言えなくなっちゃったっていうか、そういう、だったらしょうがないかもしれないけど、やっぱ言えるんだったらね、伝えないと、まあ言えない、伝えるとか、だから言うだけじゃないですけど、態度とかでもそうだし、態度振る舞い行動、 で、やっぱ伝え、まあ、すべ、五感を使ってやっぱ使える、伝えることって大事だと思いますよ。五感を伝って。うん、まあ、言葉だけじゃなくても、すべて体。だからそういう、そういう、セックスもそうだし、性行為もそうだろうし、全部そうですよね、全部。全部を使って、表現、体現、してほしいと思いますね。その一つとして、その、言葉で伝える、言霊。 だ勃起の言霊ってあるんで、勃起の言霊を放って入れれば、あの、夫婦関係とかも円満だと思うんですね。恋人関係とかも。だから勃起の呼吸をやっぱ、テルキチュークでね、取得してほしいなと思うんですね。1の方、2の方、勃起の前をね。本当に。だからこれは、だからあの、秘伝、秘伝、秘伝光伝なんで、 あのテレビ塾のその、有段者というか、あの資格取得者じゃないと、やっぱここ到達できないところだと思いますね。またやっぱ才能とかもあるんで、やっぱ、なんつうんだろう、鬼滅の刃で言えば、時藤無一郎君、時藤無一郎君って言ったら失礼なんで、時藤無一郎さんって言わせていただきますけれども、時藤さんはやっぱこう、生まれた時から結構もう、才能があったんですけど、だから、 最初から、あの、勃起の呼吸ができる、勃起の前ができる、勃起の言霊ができる人もいれば、やっぱ、ね、あのー、難しい人もいるし、やっぱ、あの、炭治郎さんとかは、やっぱこう、あの、修行した感じなんで、でも、諦めなければ、やっぱ炭治郎さんみたいに、あのー、強くなれると思うんで、やっぱり日々精進してほしいなとは思っていますね。うん。だからそやっぱそういうのは大事だから、うん。 だから、その何事も本気でね、ぶつかってほしいね。ぶつかってっていうか、いや、俺も本当、離婚して申し訳ないと思ってるし、でま、ま、まずないと思うけど、まずないと思うけど、で俺、あの、離婚して、あの、俺と別れたことで、彼女、えー、別れた妻、奥さんは、幸せになってると僕は思っていますし、えー、なんか、 ここでね、僕がそのなんか、ラブラブ、ラブラブみたいな感じをちょっと出すことが、ちょっと申し訳ないなっていう。本当はもっと出していかなきゃいけないんですけど、あのーななや、今の、今の彼女に申し訳ないですから、だ、だ、出さなかったら、今の彼女に申し訳ないし、えー、出したら、ね、前の、ま、今まで付き合ってた人に申し訳ないけれども、でも、 それらも背負って、あの、今現在、これからを愛していかなきゃいけないって僕はやっぱ思ってますし、それは別に恋人とかそういうことじゃなくて、この全てですよね。過去、過去は過去ですし、過去、タイムマシーンないですから僕持ってないんで今、過去を遡れないんで、今、 を愛していくことしかできないですね。今を愛して、これから先の未来を愛していくしかないと思うんですね。それが過去への弔いというか、えぇ、ー、成就、あの、成仏、成仏させ、仏ではないですけども、あの、その御霊をこう沈めるというか、しかないと思うんですよ。うん。あの、万骨、一生、一生万骨、 の話あると思うんですけど、その、一人の将校はその一万人の屍の上に成り立ってるっていうのはありますけども、だから過去のいろいろ僕も本当に失敗とか、いろんな反省経験いろいろあると思うんですけども、だからといってね、えー、今ここで死ね、えー、じゃあ死ぬ、死ぬとかね、責任取るとか、っていう形もあるかもしれないですけど、まあ、幸いね、なんかまあ、 まだ生かされていてい、あのー、今目の前の人や周囲世の中を自分の何かでこうハッピーというか幸せに明るい気持ち楽しい気持ち嬉しい気持ち心地よい気持ちにできるんであればできる限りそうさせていただけたらなって思ってますし、うん、そうすること がその恩返しになると僕は思っていますし、うん、だから、なんつうんだろう、申し訳ないっていう気持ちもありますが、まあ、人として。でもそれは、もし本当に申し訳ないって思うんであれば、やっぱ今の自分が幸せになることが、本当の恩返しかなと僕は思ってるんですね。だから、本当に。 復讐とかいろいろあると思うんですけど、復讐とか恨みだとか、本当の恨み、その、を晴らすとか復讐だっていうのは、自分が幸せになり、そして相手が幸せになることが、本当の復讐だと僕は思っていますから。うん。だから、あの、復讐、復讐っていうか、その、えっと、そういう復讐だから、その、相手を恨むとか、 申し自分は申し訳ないとかって思うんじゃなくてその復讐をそどうに復讐せずにというかだからそれをどうにかするにはもうみんな幸せにするっていうか自分も幸せ相手も幸せになるしかないかなっていうまああのもちろんその一方でもうねクソみたいな人間もいるからとっとと死ねよみたいな気持ちもあったりもしますけど。 世の中たくさんいろんな人がいて、もうこんなやつ生きててもしょうがないみたいな気持ちもありますけども、まあ、そこはもうちょっと目をつむって、できればもうラブピース精神、ラブスマイル精神ですから、だから、ね、恨んで、恨んで生きるとか、申し訳なく生きるってよりかは、まあ、生きてる以上は、今の自分、今の自分の周囲、え彼女、家族、仲間、えー、地球、自然、周囲の人々、 できる範囲の手の届く範囲をこう幸せにしていくしかないですよね。まあ、できる範囲でですよ。それが今僕、彼女とか家族とか。うん。だまあ、もう僕はだからもう捨てた命ですから捨てた命、死んだ命ですので、まあ、あのー、基本的にはもう彼女に 今付き合ってる彼女にも全,全額ベッドですよね。全額ベッド。全額ベッドってあれですよ。あの、なんかカジノとかで、カジノとかで自分が今持ってる手、お金、お金を全部、彼女のその、ルーレットだったらこの彼女の番号、1番だったら1番、2番だったら2番に全部全額かけてる。そういう状態。あの、言,言,う,言うてみれば。だってもう、 ゼロか百だから。死ぬか生きるかだからもう。うん。でも、一度もう死んでる。死んでなきゃおか,おかし、死んでなきゃいけない命だから。うん。死んでなきゃいけない命だけど、今生かされて、今できることは、今できる最善はだから、彼女に全額別途尽くすこと、貢献すること。あもちろんその並行してね、まあ親孝行だとか、 清掃活動、まあ、できたら政治活動、選挙運動とか、世の中、世のため、人のため、恩返しのためになれるようなこと、もう並行してできたらと思ってますけど、はい。まあ、そういう感じでね、あのー、います。だから、本当は、だから、うん、そう、だからも、もっと、その、ね、別れた、 妻とか、妻にもし、しちょっとは、腹立つから、腹立つから死んでよって言われて、言われたらね、死ななきゃいけない立場、立場ではあったんですよ。あの、僕は命を懸けて,て、かけて付き合っても、基本的に僕は命を懸けて付き合いますけど、誰、あの、誰に対しても命を懸けて付き合いますから、別に。だから、 うん。だから、その、ね、今まで付き合ってた人に、えっ、ー、と、死んでよって言われたら死ななきゃいけない立場ですけれども、ただ、その、今、あの、彼女に、そうなっそれ、それで、じゃあ、ボルが死ねって言われて、死ななかったら、いや、軽、軽蔑するか聞きましたら、別に、あの、軽蔑、軽蔑しない、軽蔑しないと。いや、むしろ死んだ方が軽蔑するって言われ、言われたので。 まあそら、そりゃ、そりゃそうだなっていうのも、思いますけど、思いましたんで。うん。うん。だからまあ、あの、うん。だからまあ、その、そうですね。あの、全、そういうことで、だから全額ベッドで。うん。だからもし、だから、あの、死ねって言う、う死ねって言わ、死ねって言ってくることはまず、まずないですけど、そんな、そんな嫌な人じゃないんで。 僕が付き合った人はそんな嫌な人じゃないんで死ねなんて言ってこないですけども、もし言われたらもう死ぬしかないと思ってましたけども、ちょっとだからそういう理由で僕は、僕は死にません。僕は死にません。ちょっとあなたが好きだからとかちょっと言おうと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしくて言いませんでした。その、武田哲也さんのね。あの、ちょっと世代も違うでしょうしね。 あの、あの101回目のプ,プロポーズで、僕は死にあの、死にませんあの、あなたが好きだからっていう、そういうね、あの、セリフがあって、ちょっと今一瞬、その空気がしたんで言おうかと思ったんですけど、恥ずかしくて言いませんでしたね、ちょっと、あの恥ずかしいっていうのはあの、別に言うのが恥ずかしいとかじゃなく滑,滑りそうな感じで、ちょっと、うん、中途半端に言ったらね、滑りそうな感じがしたんで、ちょっとやめましたけど、でも本当に、僕は死にませんと、あなたが好き,好きだからっていう、そういう気持ちはあります。 本当にそういう、うん。そういうのあるんで、やっぱり、うん。って思うし。で、僕やっぱそのや、やっぱ世のため、人のため、恩返しのためって言ってるぐらいですから、やっぱ自分が、自分と付き合うことで、相手が幸せになったり、こう、なんか、向上したり、元気になったり、いい状態になったり、したいなって、 思ってるんで、うん、だから僕の本当にね、集大成、集大成をこう、で、電波、伝えていけたらなとは思ってます。本当に。だし、あの、僕もすごい、あの、学ぶ、学ぶという、学べ、学ぶ、学ばせていただいてるっていうか、あの、勉強させていただける。勉強させていただいているっていうか、あの、いい、いい、なんつうんだろう。 あのー、いい、なんかこう、やっぱ僕は、なんつうんだろうな、うん、やっぱ細かかったり、あのーこま、まあ、あの、大胆なところは大胆、本当大胆ですけど、僕も、大胆、でも大胆さと繊細さはまあ両方あるんですけど、すごい細かすぎたりして、まあ、優柔不断というか、あの、時にね、なんかこう、優柔不断っていうよりかは、すごい慎重に考え、 ちゃいすぎるところとかあったりとかするんですね、しつく。とかも、もう、いや、もうこ、もうこっちでいいからみたいな、<laughs> こっちでいいからって雑な表現はしないけど、あ,あの、結構、パッと決め、決めてくれるっていうのが、普通、結構そんな、そんなできないと思うんですよね。それもすごいなとか思うし、うん。な,そなんつうんだろう。そういうのも、まあ、それだけじゃないんだけど、すごい、あのー、雰囲気とかね、なんか、 そのまあ、言葉では、ね、表現しきれないような、あのー、影響、だから何つうんだろうオ、オーラというか、うん、なんか難しいんですけど、すごいそういうのを、だからなんつそういう波動というか、周波数みたいないい,いい意味でね、あのー、そういう、あのー、いただいてるっていうか。 うん、だから結構俺細かいから、本当だから細かいから、神経質だから、結構フリーズしたりするところも、あのー、なんつうんだろう。反強制的になんか、あの動かざるを得なくしてくれるっていうか、自然にというか、うん、不思議、不思議となんですけど、うん、そういうなんか、あの、うん、まあそれだけじゃないですけども、たくさんあるんですけども、うん とかうん、正直だから、まあ、度胸とかメンタルで言ったら、あの、いや、この話はね、もう、あの、1時間ぐらいかけて、まあ、いつか話せたらっていうのは、ね、あの、彼女特集みたいなのをね、いつかね、話せたらと思うんですけど、なんか、あのー、話、話して終わっちゃうのがもったいないっていうか、話して、ああ、そんなんだねとか思われるのが嫌だっていうか、いや、その、伝えきれ、伝えきれないことは多分たくさんあるのに、なんか、 ああ、そんな感じだねっていう、そういうふうになんか、まあ、それはね、あの、うん、だからそういうのがちょっと嫌かもっていうのはあるけど、だからもうたくさんあるんで、うん。だからでもね、その、そのたくさんあるのがね、一つとして、本当にね、いや、いや度胸はね、度胸は俺よりめちゃくちゃ100倍ぐらいあると思うし、メン,メンタルもね、俺より強いなって思うんですけど、まあもちろん、強いところ、弱いところ、人それぞれ、あの、 不得意分野、得意分野、不得意分野あると思うんですけど、うん。いや、すごいなって思いますね。うん。で、で、まあ、お男は度胸、女は愛嬌みたいな言いますけど、彼女はだから、結構もう、度胸も愛嬌もあるっていうか、スーパーマンですね、スーパーマン。スーパーマン,マンっていうか、スーパーウーマン、ウーマン、マンなのかもしれない。 いや、マンなのかもしれない。変な、変な意味ではないですけど。だから、ンな、ンでもいいんですけど。あの、まあ、それだったらウーマンでもいいんですけども。まあ、あの、よ、もうよくわからんですけど、よくわからんけど、すごいなって思いますね。うん。うん。そうですね。やっぱ、愛嬌ってやっぱ大事だなって思いますね。うん。愛嬌。はい。いや、ちょっとほんとなんか、おこがましいですけども。 自分みたいなもんが、そう。はい。だから、まあ、あの、何 <laughs>、何の話したかったかっていうと、やっぱそういう、まあだん、まあ、戻しますけど、やっぱ男性陣には、やっぱその、まあ、男性陣にやっぱ伝えたいのは、頭でっかちになりすぎずに、やっぱその、その話、その、筋道で追うんじゃなくて、論理的とか理屈で追うんじゃなくて、感情で追ってほしいと思いますね。 その相手、彼女の、女性の感情を見て、感情で、やっぱ女性ってやっぱ感情で変わると思うんで、女性の感情が、あの、高まる、喜ぶ、嬉しいような感じで見た方がいいかなと思いました、なんとなく。いや、こんなこと俺言ってますけど、いや、全然できてないな、あ,のあ、これ間違ったな、とか失敗したな、とか、思うこともあるし、 でもなかなかその女性ってね、あの本音とか言いにくかったりとか、そういうところとかもあると思うんで、そういうのちょ,ちょっとだから男性陣は読み解かないといけないというか、ちょっとした変化とかを感じなきゃいけない男性陣諸君は。僕もだから完璧じゃないんですけども、で、読み取れることは結構あるんですよ、読み取れること。読み取れることが選択肢はパパパパって出てくるんですけど、その中で、 これが何%、パーセントこれ何%、パーセントこれ何パーセントで、どれが正解かっていうのは、まで、えー、たどり着くっていうのは結構、あのー、難しい。で、だから、可能性を探りながら接していくっていうような状態で。で、それで、こう聞くじゃん。聞いても、それでそのまま、本、本心、本音で返ってくる場合もあれば、本心、本音は、えー、出さずに、えー、違うものを返ってくる場合もあるし、だそこはもう、 積み重ねとか、あの、付き合っていくしかないですよね。あのー、それを、だから、一日一日積み重ねていくことで、まあ、信頼関係、信用関係とか、いろいろ、こう、蓄積されて、ああ、こう思ってるな、余ってるな、みたいなは分,分かってくるだろうと思うし、なんか聞いたときに、まあ、前は表面的なことしか返ってこなかったけど、あのー、こ,こう、一段、二段、こう、 ね、深いところの話してくれてるとか、あ、しん、あの、ほん、ね、本質を返ってくるとか、が返ってくるとか、そういうのもあるだろうし、だからそこまで、その、どんどんこのベールをはかし、はかすって言ったらなんかあれですけども、はかすっていうよりかは、こう、進んで、こう、入らせて、相手の懐、お互いに、相手の懐に入らせていただくっていうか、石橋を叩いて進んでいくような、石橋ではないですけども、そういう何かこう、手探りで、ちょっとなんかい、 なんかいやらしい感じになったらあれですけど、こう、手探りでこう、少しずつ少しずつこう、入っていく。相手の心の中、体の中に入っていくことがやっぱ必要なのかなっていう。だからそれをしていかなきゃやっぱり意味ないですよね。恋人、パートナー、夫婦。うん。うん、だから、これは一夫多妻とか一妻多夫、多夫多妻。 用人派ですけども、もし一歩一歩で行くんであれば、それやんなかったら一歩一歩やってる意味ないですね。一歩一歩で、一対一で付き合うんであれば、もうお互いに、一心同体っていうか、お互いの心の中に入っていくつもり、自分も入っていくし、相手,も入相手にも入ってきてもらえるようなことを、こう、ね、一日ね、1ミリでも0.1ミリでも0.01ミリでもいいから、そういうのをやっていく。 相手の好きなこと好き嫌いなことを知っていくあ自分私の好きなこと嫌いなことを相手に知ってもらうとか自分の嫌な部分いい部分を相手に知ってもらうとか相手の嫌な部分相手のいい部分を知っていくとか,だから例えば、ね、口論とか喧嘩とか揉めるとかいろいろ、ね、表現あると思うんですけどもその仲違いっていうか話し合わないとかも それは、そこで、あ、なんか嫌だなとかで捉えるっていうよりかは、あ、相手ってこういうところあるんだなっていう、そういう知れた機会になったっていいじゃないですか。そういうふうに発想すれば。相手との揉めたとか、うまくいかなかったとか、なんか、ここが合わなかったって思ったら、あ、そういうところあるんだ。あ、知れたって。あ、また新しい彼の一面、彼女の一面知れたなっていいじゃないですか。だからなんかこう、本棚が埋まっていくみたいな感じで。 それをなんか、あ、嫌だな、でも、もう別れるとかって、いうのも,もったいないじゃないですか。だって一生も、一生ものの付き合いなわけですよ。一生ものの。一生ものの付き合いって決めるわけですよ。この人一生ものかなって、手探りじゃなくて、もう最初に決めるんですよ。この人一生ものだって。そのぐらいの能力あるはずだって、今までさ、俺のね、動画聞けるぐらいの知能指数があるんであれば、あ、この人いい100点とか、 80点とか、120点とか、60点とか、70点とか。で、あるわけじゃないですか。で、そこそこ付き、まあ、付き合うってなれば、自分の中で旧大点というか、まあ、自分の中でその合格点になるんだ付き合わないわけでしょう。で、合格点の人と付き合ったんであれば、もうそ,それで決めることですで。今まで出会った中で、いいと思ったから付き合うわけじゃないですか。今まで出会った中で、あ この人を合格点なら今までで一番いいなとかね、思うから付き合うわけじゃないですか。もうそれを、ちょっと運命っていうか、そんな出会いなかなかないんですよ。みんな、あの、あれこれあれこれ選ぶからなんか他があるみたいな、これ、これかな、いやでもこれじゃなくてもっといいのあるかも,も、もっともっともっと見て、他を見ちゃうから、その人見ないからうまくいかないです。だからもう決めたら、もうその人だけ見ればいいじゃないですか。昔はそうだったんですよ、お見合いとか。 ねえ、親が決めて、お前これと付き合いでもうそれで、それで決めたから幸せなんですよ。もうそれそれ以外もう、選べないんだから。それ以外選べないんだから、そこでも、心中するしかないんだから、そこでもう決めて、覚悟決め、決めるしかないんですよ。覚悟決めるから幸せになっていくんですよ。覚悟決めてないから幸せじゃないんですよ、今の人たちは。覚悟を決めずに、あ、この人いいけど、もっと他にもいい人いるかもしれないみたいな。顔がいいだとか、年収が高いだとか、学歴がどうだとか、有名だとか、 ねえ、なんかいろいろ考えて、他を見ちゃうから、目移りしちゃうから、なんか悪くなっていくわけですよ。そんな、そういう波動を感じるわけですよ。周波数。あ、この人今私見てないとか、俺、俺のこと見てないとかで。あ、あの、あの人可愛いなと思ってるなとか、あの人にちょっと色目使ってるなとか、他の人こと考えてるとか。まあ、それはね、男女関係だけじゃないですよ。ゲームしてるだとか。 なんか他、他なんか、アイドルの追っかけ言ってるとか、私よりも、アイドルの追っかけがいいんだ、私よりも、なんか、ゲームがいいんだとか、なんか、私のこと見てくれないとか、そういう、あるわけじゃないですか。か決めることですよ、もう。俺はこいつで命をかけるって。俺はこいつで命をかけるって決めるから、こう、前に進めるわけじゃないですか。だから、その決めたら、もう、決めて、あとは、お互いに、ええー、 入れ替えるっていうか、お互いにこう合流するっていうか、一つになるわけじゃないですか。一つになる作業の一つがこの性行為なわけですけれども、それは、それは体で確認するわけじゃないですか。体で一つになれるっていうことを確認するのが性行為なわけですよ。だから性行為をたくさんして、性行為で、あ、やっぱ一つになれるんだ。一つになった時、あ、心地いいな、嬉しいな、気持ちいいなで、でそれはもう正常な作業なんですよ。作業ですか正常な愛の作業なわけですよ。 で、その、それと含めて心も一つにしていかなきゃいけない。心に一つにしていくことが難しい。だって体はもうチン、賃貨をマンコに、男性器を女性器に入れば一つになるわけですけども、えー、心っていうか内面、精神面はやっぱ、そんな単純じゃないわけですよ。いろいろであの、人、もうそもそもが違うし、環境、家庭環境も違うし、そ育ってきた地域も違うでしょうし。だから心っていうのは、 複雑なわけですよ。それを、だそれを、だからだん、体のつながりだ性行為ができるから、なんとかつながれるわけですよ。性行為できなかったら、なんでこの人と心をつながらなきゃいけない。だ心をつなげる、つながれる人と性行為するから、あの、性行為があるから、ま、心をつなげようと思うんですよ。だリンクしてるんですよ。性行為しながら、しつつ、性行為を定期的にしつつ、心も開いていく。だから、 ね性行為で、性行為、性行為言って申し訳ないんですけど。<laughs> 性行為を、性行為でやってやっぱさ、ねえ、俺、イラマチオだとか、チンコ怪我したとか、あのツイートしてますけども、その、だから、ねそういう、ねその、硬く、硬い,い棒切れをね、硬い棒をね、聖なる棒ですよ、もう。聖なる棒ですよ、本当は聖なる棒なんですよ。 今の学校教育間違ってるから、ね、チン、うんこち、うんこちんちうんこちんちんと同じ扱いされてるんですよ、今の。この日本のクソ教育は。うんこちんちんと。うんこちんちんじゃないですよ。チンコまん、ちんちんまんまんなんですよ。チンコとまんこなんですよ。うんこちんちん、うんこちんこじゃないですよ。チンコまんこなんですよ。これ大事ですから。うんこちんちんじゃないです。うんこちんこじゃないです。チンコまんこなんですよ。チンコまんこ。うんこじゃないですよ。チンコとまんこなんですよ。 そんな大事なこと、本当は。そのチンコをマンコに入れる。愛し合う。これ大切なこと。で、その、硬くなったチンコをその、自分の体の中にね、差し込んで、出し入れするっていうのは、これは、えげつないことですよ、これ。考えてください、これ。その辺の、その辺の賃貨をね、硬くなったチンコを自分の下腹部に入れてみなさい。とんでもないことですよ、これは。とんでもないこと。とんでもないことをやってるんですよ。 男性女性、愛し、愛する、愛し合ってる男性女性は、とんでもないことやってるんですよ。硬くなったチンボを、自分の体なんかに、差し込んですよ。これだから、血が出てもおかしくないですよ、本当とは、本当はだ。だから、あの、書道の方は出るわけですけども。それをもう、あの、抜き刺し抜き刺し、ガンズ、ガン付キしてるわけですから。これはもう、暴行罪ですよ、暴行罪。だ合関罪なわけですけども。合関罪が成立しないのが、 愛し合ってるパートナーなわけですよ。で、そこまでね、中にはね、だから、えっ、ー、と、女性器に飽きたらず、ね、口の中、お尻の中、いろんなところに入れる、入れてるわけじゃないですか。それは最終的には心の穴に、その沈棒を差し込まなきゃいけないわけですよ。わかりますか,だかここ、だから、順番があるわけですよ。口の中、えっ、ー、と、膣の中、お尻の中とか。 別に入れなくてもいいんですけども、あの、まあ、入れてもいいんですけども、だからそういう最終的には、あの、心の穴の中に、ンボを差し込んで、抜き差ししても、あの、心地よい状態に持っていかなきゃいけない。で、持っていけるんです。で、持っていくためには、決めなきゃいけないんですあ。この人は、と一緒に、一生一緒にいるんだって。じゃなかったら、そんな、ね、チンボを、室内とか、口の中だとか、お尻の穴とか、心の中に入れたくないじゃないですか。だって、この人、 ねあのー、そのうち、ね別れるとか、3ヶ月後別れるとか、3年後別れるとか、30年後別れるとかだったら、そんな人嫌じゃないですか。まあ、30年だったらね、あるかもしれないですけど。あのね、ね百100年。で、1 0 30年ではダメです。一生なんです、一生。一生。今世紀だけでも来世紀も。わかんないですよ。わかんないですけども、そういうつ、覚悟、つもりがな、なければ、 入れるべきじゃないですよ、鎮ん俺は、すみません、僕は結構入れてた人間ですけども、入れるべきじゃないです、本当は。これ、だから学校で押さなきゃいけない。小学校1年生の時に、チンポは一生決めた、えっと、一生決めたマンコにしか言えちゃダメって、その小学校1年生の時に洗脳しなきゃいけない、これは。小学校1年生の時に、チンポは一生と決めたマンコにしか言えちゃダメって、これ、決めなきゃいけない。それを、恋愛漫画、少女漫画かなんかに、あ、あ、 かわいい。あ、かっこいい。みたいな。あ、先輩。みたいな。なんか、そんなやってるから、この、性が乱れるわけです。逆に。わかります小学校1年生の時に、この、チンボーはもうこ、この、ちこのボウにしか入れちゃダメって決めたら、風俗で働こうって思いますかそれ。思いませんよね。だって。決めて、一緒に、一つしかないんだから。一緒に入れていいのに、一つしか、一つの話しかなかったら、もう、決めるわけですよ。 でも何本、何本にも入れていったらもう、そうなっちゃいますよね。乱れちゃいますよね。だから決めなきゃいけない。決めたら、その深さをどんどん深くしていく。これが大事。っていうことに僕は、あの、照木塾塾長は、あの、自分のじ実体験、経験をもとに、ようやく気づいてきました。今、ここまでに41、2年かかってます。41、2年かかっておるわけですね。もうちょっと、 今気づいたわけじゃないんで、もうちょっと前ですけども。でも、今の人たちにはもっと短,短期間で、早めに教えてあげたい。それがテルキ塾なんです。わかりますかテルキ塾、テルキ教なわけです。だから、そう思える相手に、もう、あのー、突撃してください。あ,だあの、い、い、突撃って、いい、その、ちゃん、いい意味で、いい意味で、ちゃん、ちゃんとですよ。突撃、突撃、突撃しろって言われて、後藤テルキャ言ってました。ちょっとやめてください、ちょっとどんどんどん、ほんと。 あの、いい意味です。いい意味で、突撃っていうのは、その、非由ですからね、非由。だから、その、突撃したら、ただ、普通に突撃したら合姦罪になるんでょ。やめてください。普通の突撃は合姦罪になるでやめてください。心に決めたら、やっぱそういう、うまく、ね、あのー、合姦罪に問われない形で、合姦罪だとか、ストーカーとか、ね、そういうの問われないか形で、えー、ね、お互い相思相愛になってほしいと僕は思ってます。それを、あのー、ね、 えー、学んでほしいなと。後藤照之の背中を見てね、学んでほしいなと僕はね、本当に思っています。だって、どうせ死ぬぐらいだったら、あの、そうした方がいいと思います。そうせなあかんと僕は思いますね。だって、どうせ死ぬんだから。そのために我々は生まれてきてるわけですよ。わかりますか我々は挿入するために、挿入されるために生まれてきてるわけですよ。あの、もちろん例外ありますよ、例外は。例外ありますけども、基本的なところは。そして子孫を、 作る、産む、育てる。そうしていかないところで人類滅びはるわけです。この世界は終わっていくわけです。で人類は万物の霊長に一応今んところさせていただいてるんで、まあ、もしくは、まあ、神様とか宇宙人、宇宙の生命、えー、を除いて、今この地球上で、えー、万物の霊長とされてるわけですから、その地球をね、この自然をね、ちゃんと 守っていく。全体を守っていく。管理、管理って言ったら言い方あれですけど、守っていく。コントロールしていくって言ったらあれですけど守っていく必要があるわけですよ。救っていく必要、助けていく必要。それが人間に課された使命、天命なわけですよ。それは人それぞれいろんな分野であるんで、自分がどうかっていうのは、その人の、あのー、能力次第ですけども、その、そのと連携し、連携して、えー、子育てもしていかなきゃいけない。 それが我々の使命、天命なわけですから、どうせ死ぬんであれば、どうせ死んで朽ち果てていくんであれば、そこにチャレンジして、いつ死ぬかわからないけれども、いつ死ぬかわからないけれども、そこにチャレンジして、えー、生命を、使命を全うしていく。それが、えー、我々の本会なわけです。生命、使命、天命。これを、えー、精進していく。世のため、人のため、恩返しのため、日々精進していくことを、テレキ塾、テレキ教では推進しております。 はい。ちょっと話はそれましたけれども。なので、こう、えー、男性人もね、そういう、だ女性はね、そういうところあるんで、そういう特性、特徴。だから、それはいい、悪い、悪いことっていうか、その、いいことに捉えるっていうか、その、悪いことじゃなくて、いいことっていうか、そういう気をね、この、気を変えてくれるっていうかね、いい気にしてくれる。だから、そういう、だから、そういう気にさせてくれるから、そういう気にさせてくれるのに、なんか、ね、俺はだから、 嫌いな言葉でね、メンヘラだとか言う、メンヘラとか言葉嫌いなんですけども、そういう表現をね、使ったらあかんですよ。だからその、頭の固いやつがね、メンヘラとか使うんですよ。その、あのーそう、感情的になれずにね、あのー、そういう頭ガチガチのやつが、うん、全然かっこよくないからねそんな、そんなもん使って。あの、全然頭も良くないから、その、メンヘラだとか、そんな、 にあの人間みんなメンヘラだから、言うであれば。言うであればみんな人間メンヘラだから、おかしくなる時だってあるし、それがたまたまね、そういう、そういう場面とか、そういう、なんか、それが、量が多かったりとか、あちょっと大、大小大きさがあったりだとか、そういうのでね、ちょっと、言うとかマウント取ったりとかね、そういうのを上げつらうのに、ほね、最低のやつがやることは、俺は思ってます。 だからそういう、だから、そういうね、自分が、自分ができてるから、できてるから言ってできないやつをね、なんかそう言ったりね、そういうのはね、かっこ悪いやつがやることだから、照木塾、照木教的には、だから、そんなね、そういう、だから、ヘラに限らずね、ンヘラという言葉に限らずね、そういう、他者に対してね、そういう、自分、自分はできてるけど、自分はこうだけど、そうじゃない人をこう、 ね、言うのは、うん、かっこ悪いかなって僕はちょっと思いますけど、まあ、あまりね、こういうこと言うのもね、かっこ悪いことなんでねあん、あんまりね、言わないようにはしてますけども、あの、はい、だから、だからね、だからだから女性は、だからそういう、えー、そういう、なんていうんですか、こういう感情の,その波があるからこそ、その、素敵というかね、そういう心を動かされる。 男は心を動かされるところはありますし、そういう、その、流れをね、空気をいい風に変えてくれるわけですよ。だから、それを、うまく扱えないのは本当、扱えないとは失礼ですけども、言い方は姿勢ですけども、うまくその、合わせられないのは男の、その反省すべきところかなと私は思っております。今、今、あの、この、ね、あの、いろんな経験、 えっと、離婚、結婚離婚を経て、はい。だから、まあ自分のね、こう実体験的なことをね、こう話させていただいて、皆様のね、何かの参考になればね、幸いと思っています。まあ女性は女性でね、一方でね、そういう、あ、もしね、なんか感情的になってね、なんか、あちょっと言っちゃいけないこと言っちゃったとか、言っちゃいけない、やっちゃいけない態度取っちゃったと思ったら、えー ちゃんとそこは、あの、謝った方がいいと思いますね。謝って、こう言ったけど、ごめんねって、ちょっと言い過ぎたとか。うん。そしたら、向こうも、まあ,あ、俺も言い過ぎたら、ごめんねって。それがやっぱ、美しい日本の心だと思うし。あの、うん、あ、じゃあ、これ、あの、これ、あのす、<laughs> ちょっと恥ずかしいですけど、なんか、いや、これからも、あの、好きだからあ、好きです、愛してますと。これからもよろしくお願いします、みたいな。そういう美しいね、日本の心でね、本当に。 毎日こう、あの、締めくくってくれたら、この人間社会も幸せになるんじゃないかと私は思っております。はい。ということでね、話ちょっと逸れちゃったかもしれないですけどね。はい。だからそう、それで、ね、心をね、通わせてほしいんです。心を通わせて、通わせて、あ、この人、あ、怒ってるなとか、あ、この人、あ、こういうことすると嫌なんだなとか、あ、こういうと、こういう嫌な面があるなとか、こういういい面があるなとか、ここ、 こ、こいつクズだなとか、こここいつ最低だなとか、もう人間だからあると思います。あ、ここすごい素晴らしいなとか、こここいつ嫌いだなとか、こここいつなんだとか、もうあると思います。でもそれも知った上で、あ、そうだな、じゃあここは、じゃあ私がカバー、俺がカバーしようだとか、あ、この人ここ全然できないなとか、じゃあ俺がこうしよう、私がこうしようとか、えー、そういう、そういうことだと思うんですね。 相手のなんかもう、汚い部分、ひどい部分、嫌な部分、醜い部分は、見ないっていうのは、受け入れてないってことですから、まあもちろん、程度はありますよ。程度はなんか、あの、ね、うん、うんこ出して、うんこ出して、顔に、顔にくっつけるみたいな。<laughs> ゲリ、ゲリ,ゲリ、ゲリ、ゲリ、ゲリぐそをね、ゲリぐそをこう、お尻から出して、ね、くあの、ぶん投げてきたりとかね、そ,そういうのは、 そういうことじゃないですよ。そういうことじゃなくて、まあ、恥じらいとか、ちゃんと大切ですよ。恥じらい。恥じらいとか、その、礼儀とか、礼儀、礼儀も恥じらいもないですよ。下痢ぐそをね、ひねって、あの、顔に塗り込んでくる人は、ちょっと、あの、異常者だと思います。あの、異常者か、猟奇殺人者か、あの、ちょっとやばいと思います。ちょっと、そういう人と出会ったことないんで、ちょっとやばいかもしれないです。そういう、あの、ね、り、ね、ぐ、下痢ぐそを、 ね、顔にねじくんで、鼻の穴とか、耳の穴とか、口の穴に突っ込んでくる人はちょっとやばいかもしれないですけど、ね、あの、うん、まあ、ちょっと、まあいいや、話が反れますんで、あの、だから、あの、相手のね、だから、その、思、ま、わず、ね、あこういうとこ、嫌、ね、な、まあ、ネガティブなとことかあったとしても、うん、それを受け入れていくことで、相手のネガティブが弱まったり、逆にこっちが吸収したりだとか、 あの、相手のネガティブがなくなったりとか、お互いにね、高みに、高め合えるんですよね。人間が日々精進していくと、神様になるんです。これは確実です。皆さんだから祭られてるじゃないですか。あの、吉田松陰先生とか、松陰神社とかね、ありますけど。人間が本当日々精進していくと、皆さん神様になるんです。神様になって祭られてるのが日本。この八百万の神様がいる。たくさんの神様がいるっていう意味なんですよ。なので、 皆様も神様になろうっていうのが、テルキ教なわけですよ。テルキ教、ご当テルキを敬うっていうんじゃなくて、自分、自分自身を神様にするのが、テルキ教なんです。で、俺はご当テルキは神様なんで、テルキ教っていう、あれなんですけど、皆さん、山田さんは山田教でもいいし、佐藤さんは佐藤教でもいいんで。だから、皆様も、日々精進して、神様になってほしいんですね、神様。神様になれるんです。神様になろうとしないって、あの、ガキチ、 今の人間、人間社会はガキ畜生になろうとしてるんです。ガキ畜生で、地獄の道に進もうとしてるんです。なので、皆様には、地獄の道に行かずに、あの、この神の道に行って欲しいんですね。そのためには、このパートナーが必要なんです、パートナーが。パートナーなくても、行きますよ。その、インドの人みたいな形で、そういう、ガンジス側的なところで修行する。まあ、日本じゃいないですが、いないじゃないですか、まず。なかなかいないと思うんですけど、だからそういう一人でね、本当修行僧みたいな感じででも行けますけど、 これ一番手取り早いのは、あの、楽なのは、こう、恋人と一緒に神になることなんですね。この男性気と女性気を交わせて、えー、そしてお、お、お互いを愛すること。で、お互いを愛して、自分も磨く、相手も磨く。お互いが磨き合うと、どんどんピカピカに輝いてくるんですよ。だからこれを、これをお互い気なし合っていくと、こ離婚とか、 その悪い方向行っちゃうん、ね、で、ガキ畜生の道行ってしまうんで、お互いをピカ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 磨いていくと、その天井界に登るその神の道へと行きますんで、これだから、なんか、これ本当なんですよ、だから本当に。だから、本当じゃなくてもいいでしょ、だって。仮に、仮に俺が言ってることが歯みたいなことだとしても、お互い磨きあ,が磨きあって、自分も高まり、相手も高まるって、それ、それ自身はいいじゃない、いいことじゃないですか。内面も外見も、お互い磨いていく。これが、 愛の力、恋愛の力なんで、恋愛っていうのは、恋愛というその思考品というか、恋愛というその欲というか、恋愛という快楽を使って、えー、な、あま、なるべく苦労せずに、高みに登れるシステムというか装置なんです。これを使わない、えー、ことはないんですよ。使わないのはもったいないんです使わない,いのは。使うべきなんです積極的に使うことで、 えー修行、修行せずに、インドの、インドの人みたいに修行せずに、えー、快楽も浸りながら、えー、高みに登っていく。しかも、見た目も美しくなるし、内面もね、えー、見た目も良くなっていくっていう。これが恋愛のすごいところなんですよ。なので、あの、そういう風に、えー、なれるように心を開いていく。恋愛でその、相手とのその、パートナーと心を開けるってことは、今まで、 人なんて、クソだ、死ねだとか、ダメだって思ってたけど、心開ける相手が、心を受け入れてくれる相手が、えー、いるんだと、えっと、実感することができるんですよ。証明することができるんですよ。わかりますそれは友達とか、親友とかじゃできないことなんですよ。家族とかよ。愛する人だからこそ、あ、この人は、 だったら大丈夫っていうところまでいけるんですよ。だってそのチンボ、沈暴、沈暴を差し入れできるような相手じゃないと無理ないじゃないですか。自分の体に、その棒、棒をね、突っ込んで、突っ込んでグさグサやっても大丈夫な相手だからできることなんですよ。あ、今までね、あの、世の中とか人とかあんま信用しなかったけど、この人だったら信用できるってなると、人は信用できるっていう、その、概念が体の中にこう浸透していくわけですね。人は、 えっと、信用できないから、人は信頼できる、信用できる、信頼できる、信用できる人が世の中に存在するんだっていうのを、が分かったら、じゃあ、他の人も信頼できるかもしれない、信用できるかもしれないっていうふうにいけるんですよ。分かりますこれ重要なこと言ってるんですよ。で、愛し合ってる夫婦がいたら、あ、あの人たちも愛し合ってるってことは、なんか、なんか、見た目なんか過激そうだけど、すごく内面は、 ね、優しそうな、いや愛のある人なのかなとか、わかるわけですよ。で、子育てしてたら、あ、なんか、すげえ、なんか、不細工だけど、<laughs> ちょっと、ちょっと公平ありますけど、あえて、あえて言うよ。だから、なんか見た目不細工だけど、あ、なんか、素敵な人なんだろうなとか、例えばですよ。例えば、例えば。ね、そんな、ね、言葉、ね、よく、ね、あの、申し訳ないですけど。うん。だから、そういうふうに、 一人、本当にあ、この人信頼できるんだ、信用できるんだっていう実績ができると、それがこう、どんどん増,増殖していくわけです。二人と三人と。まあ、その、オリジナル、パートナーというオリジナルには、を上回ることはできなかったとしても、あ信頼できる、信用できるっていう人のことも、えー、とその、感染してっていうか、伝播して、好きに慣れてくるわけです。これが愛の世界なわけです。 それがその恋愛の力、愛の力になるわけなので、うん、ぜひね、あの、皆んも、こう、愛し合って、そういう、心と体を愛し合って、できるだけそういう高みに一つになれるようになってほしいなと思ってます。テルキ塾、テルキ教的には。で、で、それ逆にやるとどんどん不信感になってくんで、あ、こいつ、クズだなとか、信頼できないなとか、浮気ばっかしてるなとか、こいつ、 金、金、金にだらしないなとか、嘘つくなとか、暴力振るなとか、そういう経験をどんどんしていっちゃうと、どん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 世の中、いや、人とかを,を疑ってみたり、もう信じられなくなったり、もう生きててもしょうがないって思ってきちゃうんで。なので、そういう経験ではなくて、あの、そういう愛のある経験を積んでほしいです、本当に。でそれを見つけてほしいんですね。 その見つけるためには、その、見つけるための目、目も、目が必要です。目も必要だし、センサーも必要だし、行動力、決断力も必要なんですね。それはもう本当に、日々精進していくしかないんですね。うん。だから、その、そのためにも、僕のこの、熱で、テルキ塾で言ってることを発信していることツイッターとかでもそうですけども、それを、ね、まあ、参考にしたりして、ええー、 あ、これは大丈夫かなどうかなとか、こういう時こういう決断しようとか、選択しようとか、あの、やってってほしいんですね。でももちろん、そういうのもそうだし、まあ、体もそうなんですね。食、食も大事なんですよ、食。食。だから、だから僕は無添加って言ってるんですよ、無添加。添加物っていうのは薬物ですから、いや、あのー、うつ、うつ病だとか、精神病とかで、薬とか飲んじゃっていくと、こう、感覚が麻痺していくわけですよ。 で、添加物とか取ってったりすると、感覚が麻痺したりとか、その気象が悪くなったりとか、いろいろあるんですよ。で僕は思ってます、勝手に。なので、なるべく無添加な、その、もの、自然、自然なものを取り入れてほしいなと僕は思います。薬物を、人間の体に異物を入れることで、えー、日本人の体をこう破壊していく、えー、されていってるんで、本当にそこは気をつけてほしいなっていう。だから、そういう、 浄化していくことなんですね。まず、その、綺麗なものを体内。では皆さんは、あの、日本人のほ、ほぼ、ほとんどが汚いものをどんどん体の中に入れていってるわけですよ。汚いものというか、良くないものを入れていってるわけですね。なので、えー、いいものをまず、物理的に入れていくわけです。それが食事なんですよ食、移植同源っていうんですけど、あの、薬と一緒ですから、薬っていうのは良い,い意味での薬ですよ。薬物の薬じゃなくて、えー、良いご飯、愛情のご飯。で、愛情のご飯も大事なんですよ。 その添加物とかだけじゃなく、無添加っていうだけじゃなく、愛情、気持ちのこもったものを、気持ちのこもったエネルギーを、えー、食料を通して体の中に入れていく。だから僕は愛情ご飯とか言ってるんですこれ本当大事だから。うん。愛情がなければ、生命がその、躍動しないというか、活動していかなくなるんで、だそういうものを体内に入れてどんどんデトックスして、排泄して、入れて排泄してデトックスして、あのー、 悪いものを排出しながら良い,いものを入れていく。だから僕はあの、飲尿健康法とか、あの、射精、え精因精因健康法とかあるわけですから、そういうのをやってこう、浄化していくことってやっぱ大切ですね。だからまあ、あの、それも、それも限度っていうか、できることできないことあるんで、だからせめてできることをしていく、うん、ことは大切ですだ。だから運動とかも大切ですし、例えばジョギングとかで、 あの、汗かくじゃないですか。汗かいくのうデスト、デトックスなわけですし。まあ、カラオケとかでもいいですし、声を出す。出すことがやっぱ大事なんです。出す。で、出したらこう入れていく、いいものを入れていくってこの大切なんで。はい。だから本当ね、あのー、若い人っていうのは、服、服とか、ブランド物買ったりとか、あのー、そういうのは、にお金使って、なんか、好きな、 ね、こう、漫画だとか、アニメだとか、CD だとか、ゲームだとか、買うけど、食はなんかもう、コンビニ飯だとか、カップラーメンでいいや、で、これが一番良くない。コンビニ飯でいいや、カップラーメンでいいや、チン飯でいいや、とか。そうですね、本当に大事なのは、あの、ちゃんとしたものを取り入れていかないと、いつまで経っても良くないんで、食がまず大事。僕、とかもう、納豆、納豆ご飯とか、フルーツとか僕、あげてるじゃないですか。これ、これは、皆さんにこメッセージして送ってるんで、はい。 ちゃんとしたものを体内に。で、納豆っていうのは、これ、菌なんで、いい菌、善玉菌、悪玉菌があるんですけども、善玉菌優位にならないと、体、人間の体はどんどん悪くなってくるんで、で善玉菌を優位にしてほしいんですね。はい。ということでね、話がちょっと取れてきちゃったんで、まあ、この辺でね、本日のラジオ、あふと降りてきたんで、えー、伝えたいと思います。だからこれもね、あの、皆さんがこれ聞けてるのは、これ、彼女のおかげなんですよ、彼女のおかげ。 彼女というその刺激を経て、あまふと降りてきて、えー、伝えているという皆様に、あの、その、やらせていただいてるっていう。そ,そういう刺激がなかったら、なんないですよ。だから、刺激というかまあ、今の彼女もそうですし、その過去の彼女とかも、そういう、僕はだからそういう彼女との恋人との付き合いを経て、人間的にあの、向上してさせていただいてきたんで、 はい。だそういうのも含めてやっぱ伝えていかなきゃいけないなって思うし、だから僕がそういうのがなければ本当に引きこもりですよ、本当に。<laughs> 引きこもりっていうか <laughs>、あの、本当に、千人みたいなって、だからインドの元日、だからどっかのね、なんか、日本は寒いから無理かもしれないけど、うん、そんなのを、彼女という、その、その、外、外と、外と繋いでくれる何か、その今の彼女に限らずですよ、今の彼女に限らず、 あのー、僕はだからそういう女性と接することで、その、外との交流を経てきたなっていうのはあります。はい。だから本当にね、感謝しております、皆様。いつもありがとうございます。愛してます。ということで、まあ、あのね、はい、まあいいや、もう。ということで、あのー、なんかもう、だらだら喋っちゃいそうで、やめときます、この辺で。ということで、いつも皆様、ありがとうございます。お前ら、愛してるぜ。